皆さんこれ準備してお薬で健康チェック表も、はい、じゃあ回してね。あのまず目のことね、はい、こっちが左目ですね、はい、こっちが真正面から見たら反対だから、はい、で目のこういうところにこうなってたわけです。角膜炎になったわけです。で目ってさこうなってて、ここが角膜、うん、でこの赤いところ、この辺赤かったじゃないですか、うん、この赤いところは結膜、はい、だからよく見るとさ、まあ、正常の方で描くとこれもこうなってるわけだけど、角膜が結膜がってで、ちっちゃい瞳孔が、うん、これ瞳孔、うん、そうするとこの角膜のすぐ下にこうこの下のとこね、ここが虹彩、そこのこの場合は瞳孔がこのここにちょっと重なっているので、これが瞳孔だとしてね、そうそう、ここが悪いもんだから、はい、血管が伸びてきてるわけです、はい、で多分ここに血管が来てるわけです、うん、いや目の表面でさ、はい、あの栄養は涙が通るだけなんですよ、はい、目の表面には血管が来てないから、はい、そうすると裏から血管が来てるわけです。それで自分の力で治そうとしてるわけです。でこれが真正面から見たとこね、じゃあ真横から見たとこ、この断面をね、上まぶたがあって、虹彩があって、もう一回、それでこうなってて、模様体があって、虹彩があって、ちょっと下手くそな絵ですけど、これをバシッと切ったら、ここの角膜がこれです。上は目の表面。で、結膜って言ってた眼球結膜がここにあたります。で、まぶたの裏、ここは眼瞼の結膜ね。で、この目の表面に傷がついてる、傷っていうか炎症が、傷がついたからね、炎症が起きてると。で、その後ろにあるのが、これが虹彩。で、これが伸びたり縮んだりしてるわけですね。で、その後ろに、レンズがあります。で、ここ虹彩で、レンズを支えてると、これをね、毛様体って言います。毛様体。でこの毛様体とつながって、ここをこの脈のことを、あ、膜のことを脈絡膜と呼ぶんですね。でこの虹彩と毛様体と脈絡膜、要は虹彩と毛様体と脈絡膜、この3つを合わせてですね、もう分かりやすく、難しいじゃないですか名前が、だからブドウ膜と呼ぶんです。ブドウ膜でよくさ網膜って言うじゃないですか、あれはこの脈絡膜の上にこう乗ってる。で目には神経が来てるから、視神経は真正面のちょっと下ぐらいの方に視神経が来てて、でここは脈絡膜の上に網膜が乗ってる。こんな真横で描くとちょっと下手な絵だけど、だから真正面から見ると角膜があって、結膜、眼球結膜があって、瞳孔があって、こういうとこが虹彩で、目の表面がちょっと炎症をしてる、でそこに血管が来てる、だから血管はこういうところから多分来てるんだけど、来るとしたらこういうところからする、でそれが外からなんかこんな風にして見えてるかなと思います。だから目の炎症で、この子の炎症はね、今ここはすごい真っ赤っか、ここも真っ赤っか、で多分ねこの炎症がね中へ行っちゃう、そうするとそれってブドウ膜炎って言うんです。いや、ブドウ膜炎でもうちょっと細かく言うと虹彩、毛様体、脈絡膜炎のことなんだけど、では炎症が目の奥の方に行っちゃう、だからそれを何とか止めなきゃいけないから、外から点眼、だから中側からはあのお薬で止めたい。で今からちょっとあの薬を私作ってもらったんで、薬をご用意しますね。薬の前にもっと大事なこと、この子の名前なんだっけ、みーちゃん、みーちゃんで食事のことなんですけど、まずちょっとチンチラの理想の食事ね、一番大事なのはチムシーなんですよ。チムシーを体重の 2% 以上かけてほしい。だから体重が出て、まあ、490、まあ、500と 500g だとしたら 2% 以上ってことは 100分の2だから10ですね。 10g 以上食べてるかどうか、やっぱちょっと調べたほうがいい。この子は
毎日20グラム打ちまして食べてます、うん、でそれをだからこの状態になってからもちゃんと食べれるかどうかというのを見てほしいんですよね。まずそれが一つ、ね、でアルファルファはあげてないですよね。あげてないですね。なんかこれ子供の赤ちゃんの時にそうそう、で、もう選んでくださいね、はい、これは豆か、チノシーは稲か、はい、そうすると、タンパク質はこれも自然に知ってください、アルファルファで豆かだからタンパク質が多い、はい、でも、チノシーの稲かは少ないです。あとカルシウム、アルファルファは多くて、チノシーは少ないです。繊維は豆かは少なくて、稲かのチノシーは多いです。これが大事なんです、繊維がなくもうチムシーは 35% ぐらい繊維があるんですよ。でまずチムシーとめげ食べてるのが一番大事で、次ペレットね、1日大のペレット使ってますよね。これ多分成分表示がしてありますよ、繊維で、そう繊維っていうのが何パーセント入ってるか、そう20%、どこのやつ使ってます、オックス多分 20% 以上だと思うんだけど、一回素繊維入ってたら出してください。で 20% 以上入ってる素繊維、 20% ごめんなさい、素繊維が 20% 以上入っているペレットを体重の 2% で止めておく、これは以上じゃなくて体重の 2%、うん、だから500だから 10g、 ペレット 10g 上げる、そうそう、24時間ね。チムシは制限しちゃダメですよ。じゃあ次、3番目、他のものあげます？これ いや、あげてない。じゃあそれでいいです。他のものはなしでもいいです。やっても体重の 1% まで。他のものでやってもいいのは本物の野菜、果物で、絶対選んでほしいのは最近よく出てるドライの野菜とかドライのフルーツ、ダメ。あれはね、成分表示を見ると繊維がめちゃ少ないの、10もない。でその代わり炭水化物が多いから嗜好性はいいから食べるんだけど、栄養のバランス崩れます。で時としてあれが大好きな子はさ、ばっかりあげてるとさ、痙攣を切る子いますね。よくなんか月に1例ぐらい来ますよ、1日だけ痙攣を切る。で食事内容を聞いてると結構このドライの野菜果物やってる子が多いから、まあそれやってなくても起きる子は起きるんだけどね。だからまあなしでいいんですよ、なしで、うん、でやっても最大やっても 1% だから、本物の野菜か本物の果物だったら0から 5g までやってる、でも なければなしでいいです。大事なのはこっちだから、チムシーとか繊維、あのペレットですからね、を踏まえた上で現状この子がチムシー何グラム食べてるか、ペレット何グラム食べてるか、まあ、そのことはないから、これをちょっと測ってください。で部屋清潔にしておいてほしいんで、1日2回掃除してください。それも治療になりますんで。それから元気、100のうち100あるかどうか、それからうんち、前の晩から朝までで何個出たかな、朝から夜まで何個出たかな、そうすると24時間で何個出たか分かるじゃないですか。でこれが24時間で大体200個から300個欲しいわけですね。だからおしっこもちゃんとジャーッと出てるかどうかで、体重を測ってください。ちょっと彼でまだ来ない？一日だの体重が何グラムか、これ毎日測ってください。今495グラムあったから、これが維持されてればいいですよね、はい、でも減ってくるではいかんですよ。だからあとちょっと今気温が上がってきてるから、はい、この子のいる場所のさ、環境温度、それから環境湿度、これも測った方がいいと思います。で測れるんだったら朝一番と、天気がいい時なんか昼過ぎすごい暑いじゃないですか、昼過ぎと夜と。で、まあ、もし温度湿度が高いんだったらエアコンをつけてあげる。でエアコンの設定温度を書くんじゃないですかね。エアコン設定温度25にしてても実際の温度で違うでしょ。その実際の温度をこういうのをちょっとこの子の近くに置いといて、何度何パーセント、それを見てください。これがまず一つね。薬できた？できたらはい、それでもう一個だけね、ちょっと長くなったかいけと思いますね。